おめでとうございます。まだまだ生きてれば絶対楽しいことはやってくると思いますので、こんなに世の中ですよ。僕だけ一回もコメント読まれない。うそ。キルスさん、デブニアさん、ありがとう。こんばんは。それでクマのコスプレするの、確かに。ソウルメイト調べたら2月19日の人って書いてあったので、2月19日誕生日の人がいい。私やん。でも自分は何か人のいいところを見つけて、それを何か伝えられたり、何か人のことを応援できたり、人の喜びをお祝いできたり、そういうことができる方々って素敵だなって思います、いつも。だからお誕生日の方とかに、今日ありがとう、おかしいな。そう、こんなにお誕生日みんなでお祝いしてね、素敵なルームだったり、すごい素敵な場所だなって思うよ、ここが。いやいやいや、みほりんから LINE 来たんだけど、なんだろう、なんて来たんだろう、怖い。夜分にすみませんって来た。怖い、なんだろう。早く誕生日来てほしいっていつも思う。早く来なくても祝うよ。このルームの方優しいよね。道だけでなくファンの方も一緒に誕生日をしてくれるね。本当になんかおめでとうとかパチパチパチとかさ、本当に正直自分は誕生日とか全く気にしないけど、みちが祝おうと言うなら祝うよ。みんな素晴らしいと思う。女の人は小さい変化に気づいてもらいたいってよく聞くけど本当ですか？前髪切ったねって2ミリぐらいで言われたら嬉しいけど、なんか気づいてほしいとは思うかも。あ、すごいよく見てくれてるぐらい
嬉しいなぐらい。他の方に申し訳ないと思うけど、みんな温かいから。そうなんですよ、みんな温かい。大金貸今日はショールーム行きません。そんな、お祝い米はサボってるので。いやでもいいんよ、みちがいなかったら誰かの誕生日におめでとうっていう機会もなかっただろうから、なんかありがとう。確かに、みちはじめここにいる方はもっと若いのでしょうが、年寄りに優しくて素晴らしい。いやだってそんなお年なんて関係ないというか、それその分人生経験があって尊敬するところもたくさんあるだろうし、素晴らしいことじゃないですか。気づいてほしいときは言ってほしい。それはそれじゃダメなんよ。嬉しいと思うことって事前には理解できない。ああ確かに、事前に理解できる嬉しいはダメだね。いいけど、狙って言うのもいいけど、狙って言わないのもいいね。ここにいるべきではないと思う。なんでそんなことないでしょ。なんでですか、そんな悲観的すぎやろ。連に入ったらみんな少年。そうで、昨日爪切りました。え、今日切った今日切りました。よくわかりましたね。ギター弾くから切った。みちは結婚するなら年の差はどれくらいまで許容範囲。許容範囲はない。ガチで切ってて草。はい。当てずっぽかよ。合う合わないじゃないですか。2歳ですが OK。今2歳ですか。あ、すごい。2歳なんだ。すごいな。みちのおかげで爪切るの思い出した。ほんと？自分は私さ、自分は私さじゃない自分は明日さ、何？刺すイヤホン持っていかんといけんけんさ、朝配信で言ってほしい。あ、刺すイヤホン今日持っていかんといけんよって。テラピケ着てるの見て前に明日新商品買うの思い出した。誰のために買うんや。みち意外と煽りポイント高い。どういうこと？板橋よろしく。天気。そう。みちにガチ恋3年目だから実質子供。そうなん？早い早い。今じゃない。明日。明日の朝ね。男物のジェラピケか。あ、そうなの。男性でジェラピケ着る方っていいよね。イヤホンってさせます。イヤホンはさせるよ。爪の間どこ？ライトニング。え、これこれこれを持っていけって言ってほしい。バンジャのモンスターさんありがとう。今着てるよ。あ、そうなの。今日の配信でみちとたくさん話したいことできた。話しましょう。ジラピケみんな探すことになるみんな
ジャルピケのメンズおしゃらおしゃらね、おしゃらやな。そう、おしゃらなんですよお久しぶりです。誕生日なんで来ました。お、定型文に入れといたら、ああ確かに。ちょっと待って、れなちゃん。れなちゃんね。れなちゃん。お、もう一方。れなちゃん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。れなちゃんおめでとう、おめでとうございます。れなちゃんおめでとう、素敵な一年になりますように。そしてサファリンさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。サファリンさんおめでとう。ねえ、おめでとうございます。おめでサファリンさん。明日出るジェラピケはクッキーとのコラボで、男物も良きなので皆さん買いましょう。え、野生爆弾のライラック品のある色気。色気、私色気ないって言われるんだけどね。確かにショートに見える。煽られて病んだ。嬉しいくぜに、嬉しいくぜに。おめでとう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 。コメントが増えたな。なんか素敵って言ったらかわいい。お、キクリンさん、キクリンさんお誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。キクリンさんおめでとう。イエーイ、おめでとうございます。おめでとう、おめでキクリンさん。誰と色気の話してるんだろう。この前言われましたよ、ルームで。色気はないよねみたいな。そうで、いちごミルクらしい。へえ。そのお誕生日センスの一番最後の完成、実は8割僕。すごい、めっちゃ盛大にフューって言ってるんですね。いや、センスある。センスダメだ。あー、親父ギャグになっちゃう。確かに色気ないかも。いやいやいや、あるやろ、どう考えても。おめでとうございます、おめでとうございます。いやいやいや、わかんない。川さんありがとう。ビスコフショート風似合いすぎて。ほんと、確かにちょっと多いね。お誕生日めでと多いよな今日。未知の定型文って意外と一番かわいい。嘘、ネックレスつけるメンズはありなし。なんか何々する男性ありなしがね、あんまりないんですよね私。似合ってたらいいんじゃないですかね。
1年で扇子やらない日あります。うん、ある。メイクノイズで色気出てる、たまに。それ前もコメントしてくれてたけど、私の色気はメイクノイズでしか出んのか。わかんない、私ミッチヒズミッチで出してるけど髪切ってないんですよ。でもトロブさんのボブ可愛いなと思うけん、自分も似合うと思う。研修中は道編みの写真のおかげで頑張れた。よかった。これまで一番多く誕生日を祝ったのは何人？一日で？何人かな？めっちゃ多い日ありましたよ。でも8人ぐらいの時とかあった気がする。真面目に道は ST で一番色気ある。いや、それはない。それはちょっと一番は言えんわ。ネックレスって重い。そう？ダダをこねるメンズ。いいんじゃない。葵ちゃんぐらいの色気。おえー、褒めてるのになんで怒られてるの？怒ってない、ノリです、ごめんなさい。怒ってないんだよ。私ノリが怒りに聞こえるのかな。バレンタインのメールって普通に村出る撮ってればいいの？何バレンタインのメール、ああれか、そうだと思います。届くやつね。カワさんありがとう、ギルスさんありがとう。ああ、名前にイヤホンついてる。逆に1番は誰だろう。だらーい。メンバーからの誕生日コメントは今までなかった。あったんじゃないかな。怒ってないんだけどな、ごめんね。藪下さん、ふーちゃん、ネタできた、ありがとう。にゃん、ノリは多分みちがお笑い好きだから伝わらん人には伝わらんかも。本当？瀬戸ビンゴの時からすごい成長した。あ、まあ確かに喋りは喋るようになった。武道館の111で明らかにダンスうまいメンバーいるなって思ったら道だった。ありがとう。まひちゃんか、愛こじ。色気？むずいな。ブラックな人。道が本気で怒ったことってあるの？あるかな。どっかに連れてってくれてありがとう。いやいや、うん、ホジェさんありがとう。うん、色気って唇に宿る。へえ、みちが本気で怒ったら喋らないって思ってる。そうだよ。鼻。カカオが強くて苦い大人な感じ。甘くないってこと？うちのオーラが一番好き。うれっていい。めっちゃ怖いでしょ。でもよく言われる、なんか普段優しいから怒ったら怖いよねって。でも怒ることもないからな、あんま。
ロジカルって何ですか？未知の唇推しから。最近めっちゃ唇言われる。なんで？ロジカルバナナ。マジカルな。最初怖い人やと思ってた。私のこと？なんでだろう。マジカルバナナ。言葉が難しかったですね。煽られた。まあ普段の生活でちょっとずつストレス溜まっていて爆発する。わーお大変だ。雰囲気的な感じ。ぬえー、せっかくが好きだと思ってたけど結局顔も好き。ありがとうございます。54分だ。マジカルバナナ世代じゃなくない？え、そうかな。マジカルバナナ。これ今日のみちさんコアラに似とる。ほんと？うん。なあちゃんが生誕祭の時みちに言ってた言葉が全て。そう、すごいなんか嬉しい言葉を言ってくださった気がするんですけど、なんかね恥ずかしくて、自分で手紙読んだ、自分で書いた手紙読むのがなんかあんまりね心に、なんて言ったらいいんだろう、もうなんかボワボワしててあんまり覚えてなくて、なんかパフォーマンスになんか熱があるっていうのを言ってくださったのを覚えてるんですけど、そうもう一回ちゃんと聞きたい。なんかそれも手紙にして返してほしいって思うぐらいの嬉しい言葉をいただいたことは覚えてる。誰か文字に書き起こしてくれないかな。今日も12時に行ってしまう道はやっぱりシンデレラ。え、本当だ。それもうちょっと広めてくださいね。アーカイブ見よう。見返した？ちょっとだけ。そんなあなたにアフター配信見るし、自分のあの出航の歌い出しを聞いた。私確かにシンデレラだ。もうちょっとみんな言わないかな、うちのことシンデレラって。村田より撮ります。待ってます。23.5cm のガラスの靴を送らんといかん。待ってます。冒頭のインタビューの時、後ろの空調の癖強め。それな、なんかねめっちゃあの何裏話だけどさ、なんか顔のさ認証みたいな、カメラのさ顔認証がさ私とそのクッションにさちょっと合っててさ、一回あっちの方にピントが行ってしまってみたいな。意外とあのクッション大変だった。なんかみちってシンデレラじゃないね。あれシンデレラじゃない？ポノが爆笑してた。あれそうなの？じわじわ来た。え、それのさオフショットあるからメールで送るわ。あれなんか意味があると思ったらなかった。
なんかあれダンスの先生が撮ってくださったんですよ。カメラにはまってるっぽくて、そう、それでなんか、あ、背景をおしゃれにしようみたいな言ってなんか事務所っていうかそのダンススタジオのところらへんにあるっていうか、そう、完全ダンスの先生の趣味です。後ろはあの牛も面白かったね。シンデレイルはセプトさん、逃げてゆくわなら、もう役にあれ、そうよ、壇上のお時間、はい。それでは壇上読みます。13位まさじさん、サスタイプのイヤホン。12位りょうすけさん、11位 M ケンさん、10位きょうへいさん、9位夏目さん、8位きよさん、7位ほじさん、6位ブルーさん、5位ダダダダムダさん、4位東京 TK 局長さん、3位ギルスさん、2位ゆきさん、そして1位はドゥルルンジャン坪井ゆうすけさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルンジャン、お、ゆうすけさん、ラッキーボーイ、誕生日おめでとうございました。皆さん、それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう、ロバーチャラップ、おやすみちまた明日、シンデレラでした。いいまたね、いい夢見てください。